私の今日心は整理できました。12時に私の気持ちを皆さんに言います。まず言ったらやっぱり自分自身も男の人生を43年間アマチュアボクシングにかけてまいりました。だから自分も最後にどうなるか知りませんけど、明日ちゃんと発表しますので、今日は辛抱してください。明日はどこで発表するんですか？いや、どこでもいいですよ。明日身体について発表するっていうんですか？いや、身体になるんかどうなるんかね、それは山根会長が自分の人生をかけて言うのに言いますから、そこを一つ整理させてください。身体だけでも今話していただくことはできないですか？いや、それは言わない。今日はどういうことの話がありました？山根会長の身体に関する決議は、いや、いろいろの意見がありますよ。それとここまで時間がかかったというのは、これからどうしていくか、連盟の組織がどのようにして運営をしていくか、それとこのような事態になったことに関して非常に、連盟の会長としてのね、申し訳ないことは理事の皆さんに、お話ししました。ただ山根明が反社会の人間と、交際があったことは前に言ったように事実でございます。だから、再考する会も非常に、沢田に並び内田ね、その参加におる、剣といろんな問題を抱えています。明日私の生涯男としてのけじめを話をしますので、今日はちょっと時間をください。結論が出たというふうに考えています。いや、会長一任です。他の理事からどういう話があったんですか？理事からはどういう話があったんですか？いや、中にはね、会長のために会長それ以上悪くないのに、メディア関係でこういう報道されるということは辛いと、そのように言われました。だからその判断はね、私は自分でやりますから。だから会長一人になっていますのでね、1年2年前の話じゃなくて、私の人生は43年中人生をアマチュアボクシング界のために貢献してきました。だから自分の身体をどのようにするか、かえって家族と周りの友人関係にもご相談をして、自分の身体はどのようにするか、やっぱり自分の近くにおる家族入院が非常に大事であると、同時に全国の選手の皆さん、受けの皆さんにも申し訳ありません。今年は歴史に生まれた歴史の男でございます。
だから自分の判断は自分で決めます。暴力団に脅迫されて私は自分の判断は決めていません。今日私の仲間であり会長代行専務理事総務委員長常務理事理事の皆さんの意見を頂戴しました。だから理事の皆さんから会長一人言われた以上、私は自分の生きる道を明日12時まで時間をください。2時間話して一任された状態でまだ進退は決めてないということでよろしいですか？進退は決まって決めてないからって、それは時間をくださいってお願いしてるんですよ。私も毎日ね20時間を耐えることできないね。理事の皆さんからどんな意見があったんですか？理事は会長の健康のことを心配してもらっています。会長一員に反対される声はなかった？反対することないでしょう。それ理事の皆さんから会長一員になってますか？会長を辞めさせようという動きがあったわけではないんだ今日。いや辞めさそうってそういうこと言わないでください。連盟の理事が会長を辞めさそうというね、それは何もありません。健康管理に関してね、これ以上山根会長を傷つけてならんっていうね心配をしているだけのことですから。理事の皆さんから辞任の意向っていうのは出されたんですか？理事の皆さん方々は辞任の意向っていうのは出されたんですか？いや健康に関して心配でいて辞任っていうことはね言ってません。吉森さんとか他の理事の皆さんは辞められるという話はされなかったんですか？いや私の行動によって考えるんです、うん、だから私はどういうことだってもやっぱり後の残念整理がありますからね、それはちょっと発表はしてもあとはいろんな、ね、仕事も残ってますから。明日の準備までというのはここの整理をつける時間ということで、明日の準備までここの整理をつける時間対応してちゃんと左か右か発表いたします。迷われてるんだ、まあ、そうでしょう。43年いう歴史を持って生きてきてますから。いや他の皆さんからの言葉を聞いて会長自身どのように感じられたんですか？いや胸を打たれましたね。他の理事の方も我々が身を引くことで会長もここは身を引くべきだという考え方。いやそれはないですよ。会長に引くべきやとそういう話は出ませんよ。ただ健康管理が、ね、非常に、ね、78にしたらあんまりにも、ね、あれやとそういう心配の話が出たんで、ね、私の心に打たれた。会長が明日辞めるか辞めないかを発表することによって他の理事の対応も変わってくるということですね。いや対応は変わりませんよ。他の理事の判断というのはまだ出てないんです。会長の判断によって他の理事の判断も変わってくると見られる。だからもうそれ以上話できません。もうすみません、誰か相談されるんですか？ご自身に一人で決めるんですか？いや家族と相談をします。それと同時に友人先輩もおりますから相談をして決めます。それ電話で会長にこうしてくれないんですか？いや電話でするかも分からない。それは何とも言えません。だから最後に人生をかけてきたボクシング界の思いだけ、やっぱ先にいろんな相談をします。もうやめてください。カメラ